今は前を向いて進め。まとめて相手して。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。手こずってる暇はないんだ。おとなしくしてる。お前らの仕事は何？その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命は、そこのクソマキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の監視者。行く。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い。奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。まとめて相手して。手のひらよ。俺の敵じゃない。ここで時間を費やすわけには。行く。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なんでリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。まとめて相手して。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。おとなしくして。救援を感謝します。すぐに片付けてやるぞ。悪い。助けられたかもしれないのに。おとなしくしてろ。すみません。後方に回って巨人を止めます。巨人め。まとめて相手して。やる。俺の敵じゃない。援護感謝します。後ろは任せてください。やる。
るしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。まとめて相手して見殺しにする理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。あの縁だ。まだ普通じゃねえやつやってやがった。今こいつを相手にしてあの味方からエレンを離れるか。でも俺は人の力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの、エレン。まさか私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。気を急ぐぞ。まとめて相手して。少しは楽になるといいんだけど。まとめて相手して。
もう大丈夫。私はまだやれる。女型の巨人。